産総研の針金と申しししまますすよろしくお願いしますで今回ちょっとセミナーをやってねって言われた時にちょっと何を話せばいいんだろうかってこう悩み始めてしまってちょっと事務局から体力取るを早くって言われた時にこちらを出したんですがその後なんかいろいろモヤモヤするうちに結局こういう内容になりそうなのではいすみませんがよろしくお願いします。 で、えーっと、おさらいになるかもしれないんですが海洋プレートが生まれる場所である中央海嶺から海溝までの海洋プレートの成長の過程で海洋プレートが破壊して水が入り込む可能性がある場所として海溝や、えー、っと中央海嶺付近で発達したプレート屈曲やトランスフォーム断層などによる断層運動や真ん中の図にあるような熱応力によるバレ目によって えっと水が入り込みやすい状態であるよという話が出ていたと思います。で、今日はこの海洋プレートがまあ破砕して水が入る可能性がある場所として、まあ、こちらの中央海嶺の方に注目してみようということです。で、中央海嶺においてはえっとこれまでいわゆる普通と呼ばれてきた海底地形というものがありまして、それは拡大速度に応じてこちらの図のように特徴ある地形を持っています。 でそれは、えっと、こちらに拡大軸に対して平行な方向に発達していて対照的に拡大しているような地形が見られてきました。でこれがずっと見つかってきたんですが1980年代になってこうした普通じゃないよっていう海底地形が中央海嶺付近に存在することが報告されました。それがこのメガムリオン地形と呼ばれるものです。で大きさが大体2 0 × 3 0キロ平米の大きさで えーとドーム状に盛り上がったような丘のような地形を持っていて、拡大軸がこの方向になるんですが、それに対して、えー、と垂直な線構造構造が表面にあるという特徴があります。で、えー、っとこの線構造が建築様式のマリオン様式、えー、っと,というのに似ていたので、巨大なムリオン構造という意味でメガムリオン地形というふうに名付けられています。でメガムリオン SK というのは、まあ、発見当初はこの図の赤枠にあるような拡大軸とトランスフォーム断層の交差する場所に多く発見されていました。で中央海嶺付近には、まあ、そもそもどんな岩石が露出しているのかというとこれも前もおさらいになりますが、えー、と海洋プレートはこのピンク枠の中にあるように浅いところは玄武岩やシート状岩脈 分などの火山岩、深部は斑霊岩やマントルを構成する観覧岩で構成されていることが分かっています。で、先ほど述べたこの普通の海底に露出する岩石というのは火山岩が占めているのですがメガムリオン地形からは海洋プレートの深部を構成するハンレガ岩と観覧岩が採取されていてこちらは変形を受けていたり流体負荷による変質作用を受けていたことが分かりました。 でこうした地形というのは大陸の浸潮場で見られる変性コアコンプレックスとよく似てい特徴がよく似ていたことから海底下でも拡大軸近辺に浸潮場で発達した低格性断層によってマントルや海洋地殻物質が露出したと考えられましたでこの時の断層をデタッチメント断層と呼んでいてこうした構造全体を海洋コアコンプレックスと呼んでいます でこちらにある普通の海底地形と比べると,、えー、と非対称に拡大していることがわかります。海洋化コ,コンプレックスを特徴つけるメガムリオン地形というのは世界の海洋堤を見ますと大、えー、西洋やインド洋やまあ北極海とか低速超低速拡大軸で見つかっています。 でただ当初はあのこうしたメガムリオン地形を形成するような非対称の拡大というのはまあ対象拡大に比べてマイナーなんじゃないかと考えられてきました。しかし、えっと、エスカルティンさんたちが2008年に出した論文ではこの約 2500km にも及ぶ中央海嶺の、えっと、地形調査によってこちらの図の2 のなんだろう赤で示した対照的に拡大した地形よりもメガムリオンを作るような青で示した非対称の地形の方が多いことを示しましたしたがって非対称拡大の方が中央海嶺ではどうも一般的な事象なんではないかということが分かってきましたでこれに加えてさらに、えっと、海洋底調査によって無オン構造以外にも、えっと、線構造を持たなかったり えとデタッチメント断層の初期構図に見られるような地形だったりという形態が多様化するような地形が見つかってきました。でまた当初は拡大軸とトランスフォーム断層の交差する場所にできるよということは思われてたんですがだいたいそれ以外の場所でも見つかるようになってきました。でこの図ではこの緑の部分に相当する場所が全部そうです。 でさらに、えー、と超低速拡大軸である南西インド洋海嶺では、拡大軸下で正断層が連続して発達することで形成した断層面からなるスムースシーフォルワーと呼ばれる地形が分かってきて、ここではマントル物質が全面露出しているだろうと言われています。でこのような地形は、えーと、同じく超低速拡大軸の北極海ガッケル海嶺にあるこの赤い矢印のところでも のえー、とスパースリーマグマティックゾーンという場所でも見られています。で、えー、とこうした異なる海底地形は、えーと、今度は海溝から離れた東湖の後ろ側にある、えー、と中央海嶺と同様に海洋プレートが生じる廃湖でも発見されています。で、廃湖が形成する過程については、ちょっとこちらにいろいろ議論があるんですが、置いといて、 えと海溝から離れた東湖の後ろ側で拡大が生じて、中央海嶺と大体同じプロセスで新しい海洋プレートが形成しています。でフィリピン海プレートは、えー、と複数の東湖、廃湖海盆からなっていて、えー、とこの図の、えー、と星印のところがすべてメガムリオン地形とそれに類型する海洋コアコンプレックスじゃないかと言われています。でその中で一番 巨大なメガムリオン地形として報告されているのがゴジラメガムリオンです。で、えっと、今ご紹介してきたように、えっと、こうした地形に伴う断層発達や海洋プレートの深部物質の露出の関係については、一応数値モデル研究によってメルト供給の割合が影響しているんじゃないかということが提案されています。で、このモデル図によりますと、メルトの供給量が 高いと,、えー、と対照的な地形ができると。だけど、そのメルトの供給がほどほどだったり、だんだんなくなってきたりすると、メガムリオン地形を作っていたり、えー、と先ほどお見せしたスムースシーフロアのようなだらだらかな地形ができるよという解釈が現在なされています。で、えっ、ー、と,とまとめると、今のところその海洋プレート構造 というのは普通の海底地形といわれていたこちらの岩石相助のほかに低速超低速拡大軸で見られた海洋コンプレックスなどの非対称に非対称な拡大によるえっとできた反、えっと、露出してきた反例岩や観覧岩というのも出てくるこちらのピンク枠のようなことも無視できなくなってきています。でえっと これが大体今、最後のって言っても、まだ時間がすごいあるんですね。えっと、じゃあ、非対称に、えっと、拡大数値を解例で何に注目したらいいのかっていうところなんですけれども、えっと、この図はエスカルティンさんたちの2008年の論文で、対称拡大と非対称拡大で何が違うのかっていうのを示している図です。で、えっと、2つを比べると、 えっと、黒い点で示したところが地震分布の点なんですけれども、非対称拡大の方が、えっと、地震分布がデタッチメント断層に集中していることで、さらに断層の周囲に複数の熱水活動域が存在していることで、このマグマだまりを作る位置、この赤点線部分のこの部分なんですけど。 が通常に比べて深くなっているという点が顕著に見られます。でこうした、えー、っと非対称に拡大する中央海嶺で何が起こっているのかというと、まあ、デタッチメント断層によって流体が深部から流入しているのではなかろうかということとでそれに連動して熱水活動が活発になっていることが挙げられます。でさらに、えっと 水が深部まで入ってくるので、その際生成されるメルト,メルトの作り方や、海洋近くの形成の仕方にも大きな影響を与えているのではないかということが考えられるのですが、まだ、えっと、それらの研究は続いていて、いろんなモデルが出ている状態です。一旦これで切りますか。<お>ちょっと早かったですね。<laughs> 結構早意外と海洋コアコンプレックスの,その一般的なその全体的な レビューになってると思うんやけど、まあ、いくつかその陽光コンプレックスの最近の研究も含めると、その断層、断層がどれぐらいの深さまで、はい、えっと到達しているかっていうのをもう一回なんかデータがあると気になるんですけど。えっと、うん、断層の深さ。まあ、その実際に本当にここ、そのデタッチメント断層のようなものがあの 活動の報告あこ,ういこれここうういうやつか2007年の論文になっていて、えー、っとここにアクティブなハイドロサーマルフィールドがある上をこう A から A の A' のところで断面を取った図がこちらになります地震波のデータを使っているそうで、えー、っとこの図によると,、えー、っと地震波の分布というのが、えー、っと拡大軸下の えっと、七キロ維新にまで分布していることが分かっていて。で、それは、この人たちは、えー、っと、デタッチメント断層がここまで達している。かなり深いところまで達しているのではないかということを話をしています。しどこまで、どこ。あ、こっちの B の図を見たらいいですかね。うん、キロメートルぐらいまで、ね。十キロじゃないわ、はい、だから、海洋低下から七、八キロの深さまで。はい。で、えっと、うん、流体が、この。音と,と。 断層を使いつつ、循環する傾向が見られていて。そのな水の循環っていうのは、ここの、これから証拠が、なんかあるんだっけ。この断層に沿って、断層ができてそうだっていうのはいいとしても、そこに、こう。海水が浸透しているっていう証拠的なもの。なんですか、ってのこの、えっ、ー、と、地震、波の、データ、になっていて、ここから効率的に熱がある。 あの上昇していってますという話でした、ね。これは。そうかここもともとその、ね、生活所がある場所で。はい、あ、おおつさん。はい。あら、す、おおさんから質問、二つ質問があります。はい、えっと、えー、海洋化コンプレックスが発達する時間スケール。はどれくらいでしょうか。はい、海かの発達は十万から百万年スケールですが、はい、こかんに比べて、長いですか。短いですか。まず最初はその。 海洋コアコンプレッの形成の時間スケールに関して何か,そ,かその準備はしてなかったんですが、うんえと、どのくらいだったかな、時間スケールは、えーと、そんなに長くはなかったという印象があって。 でもた例えば世界最大の,そのゴジラメガムリアン特にハイコカイボンのゴジラメガムリアンの,の年代のデータが結構出てるんじゃなかったっけ、はい、あれだとどれくらいのこれはこのなんだっけデタッチメント断層が最初に発達した時点では大体、えー、13MA で えっと最終的にデタッチメント断層がしゅ活動が終了した地点で8だったかな。あれあってる小原さん覚えて、覚えおはい、はい、はい、います。あごめんなさい。<laughs> 13MA 13でデタッチメントができて、はい、で終わったのが8.8、うん。だからまあ9ぐらいとして、まあ、4MA ぐらいですよね、125キロ 4MA で動いたというぐらいです。はい このコアコンプレックスのケースそのスタートからまあこれがこう断層に沿って露出したとすると400万年ぐらい。そうそうでそれが、うん、まあハリーさんも言ったように、まあ、基本もデタッチメントを作るのはあの非対称なので今この図で125って書いてある方の海底がまあ 4mA にわたって動いて、まあ、この5 5キロって書いてあると北東側の海底っていうのはまあほぼ。 まあほとんど動いてない、拡大してないっていうそういう状況だと思いますそうすると、ちょうど大坪さんが昨日までその廃庫解剖、まあ、特にあの沖縄トラフあたりの話をされてたんですけど、その時間スケールの感覚、ちょっと違いますよね、大坪さん。直接話してくれても。そうですね、まああの初、うん、めから終わりまでを含めると、沖縄トラフや廃校解剖も長いと思うんですけども、も一個一個のステージ に切り替わるような時間単短元という単位は100万年ぐらいの単位でいろいろ起こるのかなというイメージで、それはあの大陸の中央あ大地交代とかに比べるとはるかに短いなというイメージで今思っていたところでした。ありがとうございます。そうね、時間スケール絶対大事だもんね。こうやって。 年代のデータが出て出るところって結構他にあるんでしたっけ、アトランティスバンクと呼ばれる南西インド洋海嶺のところで出てます。うんね、あとは耐性、えっと、基本的に、えっと半ー岩中のジルコンを使って、うんえっと、年代を決めているところが多くて、これじゃないな、全体のどれだっけ、多分これですよね。 と,とマグネのえっ、ー、とそう,そうそうですよね。マグネ使ったデータ、そっか。リニューションの絵があったでしょ、うさっき。はい、はい。あれでわかると思います。で、2つ目の質問なんですけども、おっと2つ目の質問が、廃校解剖でも拡大の対称性、非対称性の議論はいろいろあるやつ。あ、これ、あれだっけ。2つ目の質問、これか。 えっと、二つ目の質問どれだっけ。時間スケールと、拡大の対象で非対称性の議論はいろいろあるようです。2質問を二つ、まあ、い,いや。時間スケール。二つ目はコメントですね。ありがとうございます。それで時間スケールはそれで。そうすると、その、 断層に沿ったあ熱水の活動っていうのは、その実際にえっ、ー、と海洋底から直接観測されてるのはいいとして、本当にその、そっか、そのデタッチメント断層に沿ったえっ、ー、と熱水活動の報告っていうのはあるあるんでしたっけえっと、うんちょっとさっきの時間帯で熱水活動はこれかなえー、っと、 2007年にマッケイさんが、えー、と出している論文では、熱水活動に大体あの A、B、C のような3パターンがあって、えー、とデタッチメント断層を使うんだけれども、大体出てくるところが拡大軸近辺で出てくるところと、えー、と2つ、デタッチメント断層上に出てくるタイプっていうのが出てます。で、こっちに置いてある図に関しては、この。 デタッチメント断層を通じて入ってきた水がこの拡大軸下にできているような、えー、とハイドロサーマルマウンドを見せています。でその他にもっと低温でも、えー、と熱水生成物というのができていてそれがこの模式図になるんですけれどもそこだと,あの、えー、とどういう。 チョークレイヤーができていたり、ちっちゃいマウンドができていて、中にマンガンオキサイドとかを含むようなものがあるそうですね。うん、あちょっといいですか、小原です。はい、あの今、ちょうどこの絵が出ていて、ちょうどいい,、はい、い,い機会で、はいえっと、さっき、諸野さんも多分いるのかな、あと稲垣さんももちろんいるし、ちょうどいい機会なので、ちょっと、うんえっと一言コメント言います。うん ゴジラメガムリオンの掘削プロポーザルでは、えっと、今、えーまあ、リバイズ、えー、この前、えーっと、1年前の4月1日にやって、で、えー、っとあの、セップでいい評価をもらって、まあえー、っと次、プロポーネントレター、レスポンスレターを書けば、えー、っと、アウターリビュー出る状況になったんですが、そのリバイズした一つのポイントっていうのは、この熱水活動に伴う、 うん、生物あの、微生物について、えっと、モロナさんの協力を得て、えー、書いてます。で、ゴジラメガモリオンは、この今、ま、ケイ・エトールの2007年の絵の、ま、どれに相当するのかは、もちろん今、活動停止してるから分かんないんですけれども、おそらくはゴジラでもまあこういう状況の、どれかに該当する状況があって、それが今、廃校解剖、活動を停止して、ゴジラの活動も停止したということで、 微生物活動はすごくかつては活動的な熱水があって生息していた微生物っていうのがゴジラの活動が停止することによってドラスティック,ィックな環境変化があってでもきっと掘ってみたらそこにそのドラスティックな環境変化に、うん、対応した生物が取れるんじゃないかと、うん、そういう仮説を今、えー「ゴジラメガムリオンプロポーザル」の一つの、えー、大きな柱にしています。 以上ですえとそのまだそのここからその微生物系のデータというのはたくさんは出てないんですよね。今唯一1本だけ論文が出てるのはまあゴジラの泥を使った、えっとまあえー、泥の中に入っている微生物、えっと、ごめんなさいあの詳細は今は覚えてないんですけどもこうイメージ的には蛇紋岩を基盤とした熱水系の中で特にその熱水の活動が止まりつつあるところ。 に着目するような生態系っていうことをえっ、ー、ともう最初は熱水の活動をしていて、うんうん、それに、ね、依存する生物がいたんだけども熱水活動が止まった後にそれは微生物にとってとても大きいドラスティックな変化であるはずなのでで完全に熱水活動が止まったドラスティックな変化に環境を適用した微生物がいるんじゃないかと。 いいいうのがあのが新しし仮説にしていますこれイメージ的にはものすごく環境に厳しい生き物、苦しいところでの生活っていうことですか、イメージ的にそそうですね。もしあの、諸野さんに適切なコメントがあれば、<laughs> 諸野さんいなくなっちゃったかないや、います。すみません。いや、今、小原さんに説明していただいたことが、まあ、あのそうかなと僕は思ってたので。 あの特に付け加えることはあまりそしたら今度はこの海洋コアコンプレックスに実際に取れてるその反例岩とか観覧岩結構我々の海洋プレートの物質科学ってこの海洋コアコンプレックスから採取されている物質に依存することが結構多いと思うんですけどその針ネさんは特に半例岩とか観覧岩を見てるんだけど何て言ったらかな 他のえー、と海洋高コンプレクセックスで採取されている資料とそうじゃない通常の通常というのもなかなかないかもしれないんだけどえっと、うん、ですねまあ最初は、まあ、変形してるのに注目してたんでそれしか見てなかったんですけどえっ、ー、と断層の表面 にいあのなんて言まますかね、まあ、断層側が出ているんですがそこから離れたところに関してはあのあんまり変形してないというかも、えー、ともとの海洋プレート深部のマントル活動とかまあギャブロの活動でできたようなものが出ているのでそっちと比べつつあの この半例岩がどうやって変形していくそのデタッチメント断層が拡大していくについてどういう形で変性作用を受けていったり変形活動を受けていったのかっていうのはやってきましたでえっとそれであ質問の答えにはなってますかねえっとなんか秋澤さんあたりにマントル観覧岩いきなりいきなり振って申し訳ないんだけどマントル観覧岩マントル起源観覧岩でコアコンプレックスの観覧岩 まこういう傾向にあるとかって、なんかイメージとかあったら教えてほしいんですけど。最近、秋沢さんは、あの、アトランティスマッシフの掘削に携わっていて。うん、そこで取れた、えっと、観覧画の研究もしているので、うん、ちょっとそれは教えてもらいたいです。うん、あ、えっと、うん、秋沢ですで、ね。いきなり振って。うん、すみません。ありがとうございます。えっと。アトランティスマッシフの観覧画もそうなんですけど。あの。 これメガムリオンなんかの観覧岩って、まあ、ここだとかなり変形してるんですけど、僕、例えばアトランティスマシフなんかだと結構変形してない岩石というのはやっぱり取れてて、先ほど針金さんがおっしゃってた、ちょっと離れたところになると、まあ、一般的な海洋って観覧岩が見えてるっていうようなことは、まさにそうだなというふうに思うんですよね。で、あとは、えっと、もう一個、窓メガムリオン。 に関してもあドメイン最近見つかった。そうですよね。科学蘇生なんかもいろいろコンパイルしてみると、意外と海洋亭観覧眼と、はい、まあかなり通ってで取られているものをいろいろコンパイルしてみると、うん、まあ低速拡大海例みたいなものとかなり一致したような科学蘇生を示すし、 でもちろん変形しているものに関してはあの先ほど僕言ったんですけどあんまり僕のコレクションにはないので何とも言えないんですけど <laughs> むしろ針金さんのやつなんかはかなり変形しているものを見ているっていう観点では面白いサンプルコレクションを持ってるんだなというふうな印象を持ちましたなるほどでこれまためちゃぶりなんですけれども黒田さんあたりに海洋艇がその海洋艇と海水の反応のところで海洋艇が これまで以上にこういったマントル物質が広く露出しているっていうようなことを考慮しているようなそんな話ってなんか話題を振ってくれるとまだほとんどあのちゃんと勉強してないんですけれども、まあ、大きなマグネシウムのソースがあるわけですよね。うん ただ、マグネシブって熱水活動だとあのむしろ海水から取り除かれるセンスに働くので、私、ちょっとそれがソースになっているのか、シンクになっているのかわからないですし、あとはまあ鉄なんかも、もしかしたらそのソースになっているのかもしれないですし、あとはカーボンですね、カーボン。えっと、でも、やっぱり少し堆積物がかぶってたら、あのそんなに影響はない可能性がある。ん、じゃないかなと。まあ、堆積物… の中のまあ、ポアウォーターとの反応なんかが関係してくるんだと思うかもしれませんけど、あんまりまずそもそもそういう目で見てる人がいないと思いますね。うん、あの結構ね、古い時代に遡った方がそういうアイディアをバンバン論文にあのある, <laughs> あることないこと書いてる論文があるので、わり <laughs> と,とね、ヒントは古い論文にあったりするんですけど、うん、まだちょっとそこたどり着けてないです。すいません。 いいやわかりりまままましした、ま、たたつでも聞きますよ質問がありましたメガムリオン地形と海霊周りで地質活動をいろいろと議論していますが海霊から離れて活動が停止してから何か地質現象に影響を与えることはあったりしますか板野さんからなんですけども海霊から離れて活動が停止してから何か地質現象に影響を与えることはこれど,んな野さんどんなイメージ ですかあいや、うん、完全な、あのうん、今の重要な議論とかとかからはかなり離れてしまうんですけど、えー、と単純にその海嶺が離れていって沈み込むまでとか沈み込むときに影響を与えるほどの大きさとかボリュームではないってことですか。はい、これボリューム的な話で、で針金さんでいきますと、えっとかなり、かなりって言っても、えー、っとですね。 エスカルティンさんたちが割合をとりあえず出してて、この論文で、それだとだいたい半分という話をしてます。半分から6割ぐらいとか言ってるんで、はい、結構、えー、っと影響するんじゃないかなと、な個人的には思ってるんですけど。なるほど。これ、思ったのが、この海嶺というか、はい、側線に沿ってそのボリュームがあったとしたら、これが一般に延長で、はい、外装できるとしたら、海洋プレートをざっくり。 考えると、結構マントル的な深部の物質が露出。露出かなり表層側に。するってことですよね。はい、で、それが、はい。ここ、この辺りと、この辺りには多いんじゃないかと。プラス、廃湖海盆の、この辺り。ああ<ー>、<で>なるほど。こっちの高速拡大軸の方では、今のところまだ一件しか。あの、報告例が。なくて。それ以外は、ほとんど。あ,<ー>あの。火山側が出るような。 ところだったりするので、まあ高速拡大軸 vs 低速超低速なのかなみたいな感じにも思えますね。ああ、わかります。なん、はい、初めてこういうことを聞いて、面白いなと思った時に、あの。その待機とかのなんかモデリングとかしてる人たちの海洋低風化の値とか、いいやって与えてると思うんですけど。その時にこんだけマントル物質が。まあ、その面積的にどれぐらい出てるかは、その。 高速拡大軸と低速拡大軸の、まあ、割合によると思うんですけどなんか一般的に考えられているものよりそ,のそういう適当に与えてる値って、えー、と今言ってたような物質が出てる時のなんか風化とかそこら辺で大きく変わってきそうな気がな素人ながらしたんで、はい、あっ、はい、っていうのが面白かったんでちょっとそういう質問に押してみました。ありがとうございます。 で最近だとその陸上に露出しているオフィオライト、鉄カイのオフィオライトなんかが地表に露出することによって大気の、ね、蘇生に大きな影響を与えるというような成果も報告もなされていますのでやっぱりその海洋プレートが実際にそういったウルトラマフィックロックが非常に広く露出しているということを考えると今のところは大西洋とかインド洋なのであの沈み込みがあんまり影響がないでまあ何回かそのいろんな人と。 もしこういった蛇紋岩を中心とするような海洋プレートが沈み込みを始めたらどうなるのかなっていうような話っていうのは結構面白いんじゃないかっていうような話はしてますよね。安倍さんからもコメントが来ていて熱的、いやその熱水循環今、板野さんの質問に合わせて、まあ、その熱水循環に大きな影響を与えますということでコメントをいただいてます。はい 大体30分ぐらいなんで何か他に質問がありましたら、えー、と海洋コアコンプレックスっていうのの存在とかその意義っていうのをもう少しあもっと広く知ってもらって、えー、と海洋マントル掘削自体は今のところいわゆる火星岩起源の、えー、と海洋プレートの掘削を目指して太平洋プレートの掘削を目指していますけれども。 全体を理解しようと思うとこういったところの理解とか影響とかそういったことがやっぱり対象として絶対に重要になってくるのですごく面白い研究対象だと思ってます。